岐阜県屈指の観光地、下呂温泉。兵庫県の有馬温泉、群馬県の草津温泉と並ぶ日本三名泉の一つに数えられる名湯です。その温泉街の中にあるのが株式会社マテリアル東海。設立は1995年、従業員数60名の会社です。廃棄物の処理からリサイクルまでワンストップで行っているマテリアル東海。こちらは金属のリサイクルをしております工場でして、産業廃棄物の処理で言いますと圧縮の処理施設ということになります。合わせて自動車解体も行っております。主に製鋼所の方へ搬入させていただきまして、また新しい鉄として生まれ変わるような原料ということになります。環境省は日本はこのまま行くとおよそ20年後にゴミを埋め立てる場所がなくなるとしています。マテリアル東海が果たす役割はより大きなものになっているのです。弊社はですね、リサイクルをメインとして処理を行っておりますが、リサイクルが難しいようなものは焼却の処理ということができる。廃棄物として、発生したものをいかに有効利用できるかっていうのは、我々業者しかできませんので、やりがいが当然ありますし、これからもいろんなものに挑戦して再資源化ということを行っていきたいと思っております。創業当時から会社を見続けてきた社長の今井さんはこう振り返ります。本当に当初はほっと売り上げも本当に少なくて、なかなか食べていくのもやっとでしたけど、 ISO 14000という、環境基準というのが、世界基準ですねというのが、結構取り上げられてきた時だったものですから、時代の流れとうちが創業を始めた時とがマッチしたというのがありますね。ですから企業さんも少しずつやはり廃棄物に関心を持つようになりましたし、だんだんやはり世の中がそういうふうに変わっていったっていうのも大きな要因だったですね。その商売になり始めたってことの一方で、時代の変化も感じ取っています。 SDGs とかっていう形でなるべく環境負荷をですね、少なくしていこうという世界的な流れなので、排出量というのは各事業体さんとしては減らしていく方向になるかと思われます。廃棄物を中心に事業なしていますので、その元がやはり減っていくということになりますと、どうしてもその、全体的な、企業としての売り上げというのもどうしても減っていってしまう。廃棄物そのものではない事業体というのを今後やっぱり考えていかなきゃいけないでしょうし、とにかく待つんじゃなくて攻めれる仕事、商売っていうのをやろう。そんな攻めの姿勢の表れがこの製品です。繊維の女王とも呼ばれるシルクを使った洗顔ブラシ、来年の発売を目指して開発を進めています。廃棄物処理の会社がなぜシルクなのか、そこには熱き壮大な思いがありました。もっともっと大きな渦を作って、どんな壁があろうとみんなでぶち抜いて、山の中腹に突如現れる神聖な空間、日本で年々増え続ける待ったなしの課題に挑みます。途中で投げ出すことは絶対できないんですね。絶対にやってはいけない。厳しい経済環境の中、逆境を乗り越え新しい風を起こそうと奮闘する人たちを追います。テイさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらがそのシルクの洗顔ブラシですか？はい、
今弊社で開発中の洗顔ブラシです。テイさんがこの洗顔ブラシの仕掛け人と聞いたんですが、どんな特徴があるんですか？この洗顔ブラシはこちらにあります眉、こちらからできているキートを使ってできています。このキートは文字通り生の糸と書いてありますので、作る工程の一番最初の段階の糸になりますので、皆さんが思っているような柔らかいような素材ではありません。その分張りがある糸になってますので、この糸を利用して今モニターで何人かの方に使っていただいているんですが、いろんな汚れが落ちやすいよということで好評いただいております。それとですね、この張りがあるため皆さんが思っているような柔らかさはありません。その柔らかさを補おうということで、ブラシには毛先というものがなくてですね、はい、ループ状にしてあります。これで少しでも肌の摩擦を少なくするような構造になってます。キートならではの良さってどんなところですか？キートは衣類で使われるようなシルクとは違い、より多くタンパク質が含まれております。タンパク質は美肌効果が期待されますので、現在そちらを検証中です。東さん、よかったら洗顔ブラシを体験してみませんか？ぜひ使ってみたいです。早速体験してみます。まずは、はい、まずはしっかりブラシに水を含ませて使用してください。はい、シルクにたっぷり水分を含ませました。はい、そしたら泡立てていいんですね？はい、お願いします。はい、クリーミーな泡が、そうなんです、できてますね。はい、なんでこんなに泡立つんですか？こちらはですね、キートの張りとブラシの形状で泡立ちが良くなるんですよ。うわ、気持ちいい。ブラシにしっかりコシがあるからマッサージされてるみたい。あ、これだったら汚れもしっかり取れそう。6月のある日、テイさんが車でどこかへと向かいます。本社からおよそ15分、そこには青々とした広大な畑が広がっていました。こちらは蚕を育てるための餌の桑を育てている場所です。面積は2ヘクタールほどありますので、岐阜県では最大の桑畑になります。桑の葉を栄養にして成長する蚕、幼虫からさなぎになる過程で糸を吐き繭を作ります。これをもとにシルクが作られるのです。6年前から蚕を育てる養蚕の事業を始めたマテリアル東海。畑にはある秘密が隠されていました。この土、まあ、いわゆる堆肥と言われるものが混ざっているんですが、弊社の産業廃棄物の処分業、こちらの方から、できたものが実は材料になってます。お客様からいただいた有機性の汚泥、土ですね、そういったものが、選別作業をしていわゆる腐葉土というものにします。桑のよく育つ土として利用している。実際に農業で使っている方も見えますし、うちも農業の部門があるので、その担当の人間から聞いたらよく育つねっていうことは前々から言われてました。だったら農業以外でもいいんじゃないのかなと思ったら、この桑、蚕の話が出てきたので、正直言うと一石二鳥だと思ってます。聞こえは SDGs っていうといいんですが、でももともと我々は創業当時からですね、廃棄物をリサイクルして新しい価値のあるものにということを目指してましたので、後からそういった言葉がついてきただけで、実際やってることは何ら変わりはないという認識なので、今後もこの堆肥以外の廃棄物もより新しい価値を生み出せるような、そういう働きもしていこうと思ってます。マテリアル東海と共に養蚕を行うのは
就労支援を行う地元の障害者施設、社会福祉法人桜の花の利用者さんたちです。マテリアル東海が育てる蚕の数はなんと9万頭。昔から人にとって大切な存在で、家畜として飼われてきたことから、1匹ではなく1頭と数えられるのです。障害の種類や程度は様々ですが、それぞれのペースで目の前の仕事と向き合っています。僕が分かるのは、簡単な方、楽な方なんだけど、それの草取りとかがきついですね。時間が早く感じるときは楽しいし、嫌だなって思ってるときは時間がゆっくりに感じます。両親が働けなくなる前に、自分が生きていたり働ける力をつけなければいけないって感じているからです。大変なのは大変ですだけど、大変な上手をかければ、そのお返しが来る。手をかければかけただけの成果が出てきたかなと。まだまだ成長の段階なんで、ちょっとこの先楽しみかなと。ところ変わって、こちらはマテリアル東海が運営する下呂市のいちご農園。紅ほっぺといった人気の品種から、山頂湾という他では味わえないものまで、時期に応じて常時3種類以上のいちご狩りを楽しむことができます。下呂市では唯一いちご狩りができるとあって、たくさんのお客さんが詰めかけ、地元の子どもたちには無料でいちご狩り体験も行っています。そしてここで働くのもまた障害がある人たちなのです。マテリアル東海にとってその力は欠かせないものになっています。これで最後ぐらいですかね。桜の花を運営する松下さんは、障害がある人たちが養蚕に携わることの意義をこう話します。農業っていうのは基本的に、うちでやってる分についてはやり直しが効く部分があったりとか、短く切ってしまっても長く切ってしまっても、お蚕様が食べてくれる餌になりますので、そこの部分にミスというものは基本的にはありません。で、難しい縛る作業だったりはできる利用者さんがやっていただいて、で、運ぶのが得意な利用者さんは力を生かしてというところで、いろいろな作業ができています。今障害者雇用というのが全国的にも話題にはなっていると思うんですけれども、実際にじゃあ企業さんで働けるかっていうのはなかなか難しいというのが現状です。その中でこういう自然の豊かな土地で仕事ができるっていうことも一つのメリットですし、大人数で働けるというところで仲間内でこう楽しく雰囲気を作りながらお仕事ができるというところがメリットになっていると思います。また工賃をしっかりといただけるというところが生活の基盤になってきますので、楽しく仕事をしながらお仕事ができるということが皆さんにとって一番いいのかなというふうに思っています。それにしても、なぜ T さんは養蚕を始めようと思ったのでしょうか。もともとこの土地の所有者であった渡辺さんという方から、ここがちょっと荒れ果ててしまっているので何とかできないだろうかというお話をいただきました。地域で僕が小学生の時に蚕やってた家があって、でその家の前をたまたま僕が車で通って、あのおばちゃん元気かな、もうどうだろう、蚕を当然やってないよなっていうことをたまたまフラッシュバックというか思い出した時に、蚕、シルク、お仕事になるんだろうかという疑問があって、点と点が線になって、ぜひやらせてくださいということで僕が強く願ったということがスタートです。まずここの今、畑になっているところの開拓から始めたので、草刈りから始めて、たくさん重機を入れて石をどかしたりだとか、チェーンソーで木を切ったりだとか、根っこを外したりだとか、本当にみんなで頑張りました。実は下呂市はかつて養蚕が盛んな地域でした。しかし中国から安いシルクが輸入されたことなどから衰退。
2013年には下呂市の養蚕農家はゼロになってしまいました。蚕やってた人って多いんですよね。昔はもうほとんど全国の人が飼ってた。熊野神社、はい、あります、はい、神社。あれがこの今の下呂市真下郡の、うん、そこの蚕の神様がそこ。え、あそこですか。そう、懐かしいです、はい、最盛期には年間およそ2トンもの繭を出荷していたという渡辺さんご夫婦。養蚕をやめ荒れ果てていた土地を丁さんに託しました。飼育台も古いものに変えました。皆さんの知恵が入ってて、そしたらめちゃくちゃ楽なんで、歴史を感じながら今できてますね。ちょうど僕らももうみんなやめてもらって、ここ元の山になるかと思うぐらい僕らがありがたかったし、うん、手入れが行き届いて、そうやって言ってもらえるとすごい嬉しいです。こっちも嬉しいよ。ありがとうございます。91号になるとこの中央市で仕事するってことが私が一番ダメやさな。なんでなんか今の場合介護の仕事が昔やってきたってできるような気がするけどかな。いやいや、そんなことない。遊びに来てください。滋賀県長浜市、この町もまた下呂市と同じく養蚕が盛んな地域でした。昭和の初め頃からシルクを製造し続けてきた工房。現在は主に和楽器の弦として使われ、京都の高級織物西陣織の材料としても重宝されてきました。マテリアル東海が育てた繭はここでシルクに加工されるのです。人の手だけで作っているのは今や滋賀県内で2軒のみだといいます。鍋にお湯を沸かします。だいたい80度から85度、1枚でだいたい1300メーターが1500メーター出ます。中小器というメガネを通って下の子車と上の子車、そしてガイドを通してこの間でよりをかけます。自動織機の場合は煮込んでしまうんですよね。手でやってる方は少しずつお湯につけて、そしてから糸口を出してこれを糸にして巻き込んでいくので、蚕さんの持つ成分のセリシンゼットをなるべく抜かないようにして、いい針のあるきつく粘着のある糸を作る。まだまだ始まったばかりの丁さんの取り組みに西村さんは期待を込めてエールを送ります。やっぱすごいですねっていう、思いますよ。なかなか若いのにね、ここまで、ね、小さいところまで気配りしながらここまで やるっていうことの、いいものいい米を作ってほしいから、ということで取り組んでいただければまた幸いかと思います、はい、西村さんの工房で作られたシルクを洗顔ブラシに加工するのは丁さんの妻でマテリアル東海の取締役でもある澄江さんです。下呂市出身の澄江さん、養蚕の事業への思いは人一倍強いといいます。実際に実家でもおばあちゃんの代まではやってて、すごい伝統的な文化なのに亡くなっていってしまったことにすごくなんか寂しい思いになってしまって、亡くなったからこそ今だからできる何かがあるんじゃないかなと思って、もともと盛んだったこの飛騨の地でもっと有名にさせて世界に広げていきたい、こういうところでこういうシルク製品を作って繭も育ってクワも畑を持ってっていうところを知ってもらいたいっていうところが一番大きいですね。最初は仕事になるかどうかっていう、そういう気持ちだけだったんですね。でもたくさんの方が応援してくれて、だったらこれは僕のその仕事としてだけで捉えるのではなくて、もっともっと大きな渦を作って雇用であったりだとかいろんな可能性であったりだとかを追求して、もちろん岐阜県のこの養蚕という昔あった産業を再構築復活させたいなと思いは今強く持ってます。岐阜県でトップの生産量も誇れるようになりましたので、今後もっともっとチャレンジをしていって、どんな壁があろうとみんなでぶち抜いて
楽しい事業としてやっていきたいなと思ってます。ゲロの地の利を生かして事業を生み出し、地域にも貢献する。それは養蚕だけではありません。ゲロ市の山の中腹、緑豊かな広大な敷地に立つのは、亡くなった方の遺骨を散骨できる施設、浄土の里キリン。この事業を今年新たに立ち上げたのが、丁さんの父で会社の創業者でもある秋代さんです。こちらどんな施設なんですか？亡くなられた方々を一定の期間を設けて安置する場所です。でその後ご遺族の方々の気持ちの整理がついたところで土に返して自然に戻すという。どういった経緯でこの施設を建てられたんですか？墓じまいというものを求められる件数が、年々増えてきましたね。墓をしまうだけじゃなくて、その中に眠るご遺骨をどうにかならないだろうかっていう、そんなご相談も受けるようになった。ここにマテリアル東海の強みが生かされています。以前から備えている廃棄物を粉砕する設備と技術で、墓じまいした墓石を適切に処理することができるのです。散骨にあたってはですね、墓地埋葬法という法律の枠内で進めるとするのであるならば、私どもの法人が宗教法人化しなければいけないという部分もありました。粉骨をすることによって法律的なものはクリアできる。でそのことについても行政との間でやり取りをして確認をした上で現在に至っています。基本的には2ミリ以下という数字がある中で、できる限り粉にしてしまう、パウダーにしてしまうという形をとっていますね。こちらいい景色ですね。はい、ここはですね、散骨をする場所です。名前としては極陽地林って言います。散骨はどちらへ、お好きなところへ土に戻していただいても結構ですよっていう、いや風も気持ちいいですし、一面緑ですよね。そう、田んぼがあり、畑があり、そして草花、木もあり、小川が流れ、なかなかこんな環境揃わないですよね。これがもう9月、10月、11月になると色づいてきます。供養地には四季を象徴する木も植えられ、その移ろいを感じ取ることができます。切り株がいっぱいあるじゃないですか、はい、ここに穴を開けて、はい、でそこへお骨を納めて、はい、で土を入れて、で樹木を乗っけて、皆さんほら、樹木葬っていう言葉使われますよね、はい、尊厳のあるものなので樹木葬という名前をつけて、はい、でこの切り株を利用しようと、自然の容器と思っていただければいいです、でもこれ何年か何十年か経つと全て朽ち果てていきますので、全て自然に帰っていくということです。素敵ですね。あったかいじゃないですか、はい、石よりも。ここの場所だったらすごく安心して、ゆったりと過ごせるんじゃないかなっていう想像ができました。そうですね、尊厳のある人間の骨であるということ、だから途中で投げ出すことは絶対できないんですね。絶対にやってはいけない。その継承たるものをどうするのかというのをきちっと中長期的に計画を立てて行う。ゲロ温泉が地元ですから、はい、お参りに来ていただいたご家族があったかい温泉に浸かって、ゲロの地のものを食べ、ゲロの酒を飲み、そして故人を思い忍んで楽しむというのも一つの供養としてはいいんじゃないかなっていうのは。温泉に浸って親しい方との思い出にも浸る、そういうことですね。ゲロの地と共に歩むマテリアル東海、新たな地域貢献の形にも挑戦しています。9月、ゲロ市のアリーナであるバスケットボールのイベントが初めて開かれました。エキサイティングなプレーと小気味良い音楽が相まって会場は大盛り上がり。
このイベントを主催したのがマテリアル東海なのです。運営の方はグローアップさんという会社に委託してます。岐阜県出身の唯一の B リーガーの舘社長さんが運営している会社で、舘社長の理念がバスケットで地域に恩返しをしたいという思いが強かったので、その思いに僕らも協賛しまして、この大会を主催する形になりました。中学校と高校とバスケットをやっていました。なのでバスケットとはやっぱり近い距離であったので、社会人になってからも少しやってたこともありまして、地域のバスケットがもっともっと盛り上がればいいなっていう思いは昔から持ってましたので、こういう大会開けて本当に嬉しく思ってます。下呂市はもちろんなんですが、高山市、郡上市、関市、あとは愛知県の一部だとか他県からも参加しているというふうに聞いてます。下呂に来ていただいて、もっともっと下呂楽しいよね、面白いよねという、地域活性の一つにもなればな、下呂の町おこしもなればなという思いもあります。バスケットを上達するのには自分の体を上手に動かすことができないと、いいパスとか試合でいい判断ができません。イベントでは日本のトップレベルを経験した舘さんが子どもたちに無料でレッスンも行いました。アイゴ、写真経験してよ。OK、はい、今みたいなこういうさ、体重移動とかシフト、ためとか、こういったことが今の練習をするとできるようになります。やっぱ教え方も違うし、新しいバスケが教えてもらえたのはとても良かったです。いつもと違った練習ができて、難しかったけど楽しかったです。とてもありがたいですね。無料で練習でプロの方が知らないけど、本当に、ためになったと思います。少し音声会を、担当してから帰ります。音声行きます。子どもたちがバスケットを楽しむ場所っていうところの提供っていうところが本当に岐阜は少ないですので、高い技術の、教室だとか、こういう子どもたちが楽しむ場っていうことの、未来への、地域貢献っていうところに対してすごく前向きに考えてくださって、本当に僕自身感謝しております。それにしてもマテリアル東海はなぜ地域貢献を大切にしているのでしょうか。僕らの仕事はリサイクル、いわゆる廃棄物だとかゴミを扱うので、言い方を変えてみれば迷惑な施設とも思われがちです。ただ僕らは必要性がある企業だと思ってますので、自分たちが必要性のある産業をやってるからこそ、地域の方、下呂市の方、県内の方、皆さんから必要のある企業というふうに思ってもらいたい。信頼を得るというよりも自分たちのできることを皆さんと一緒にやっていくという意識、一個一個ですね、足元からやってったことが今こうやって地域のイベントにもつながっているので、これからも必要であり続けられる企業を目指していきたいなと思います。地域に根差し、地域に貢献するマテリアル東海、これからどんな新しい風を起こしてくれるでしょうか。既存の事業や既存のやり方だけではなく、常に新しいことを発想してチャレンジしていく、とにかく事業に対する熱量であったりだとか思いであったりだとかっていうことが僕は大切になってくると思います。我々経営陣だけではなく従業員さんも含めて、楽しい、やりたい、もっと頑張ろう、そういう気持ちを持てるような会社作り、そして熱を持って邁進していきたいと思ってます。